はい、亀さんです。みんな元気にしてる？ですね、今日は新しい、細長い風船の新しいニュータイプが日本に届いたので、それを紹介したいと思います。結構亀さんもね、何百本膨らまして現場にも持ってたりとかやったんだけど、ショーの準備したりとかね、かなりいいと思います。で、それは何かっていうと、これですね、ジェマールっていうイタリアのメイドインイタリー、 260G っていうんだよね。 260G の、風船です。パッケージはこんな感じ、でね、これなんだけど、ちょっと開けてみようかな。これね、カネさんのお店で買えるように、しますね。で、これ今ね、日本に入ってきてるのは、カネさんが知っているところでは15色、15 colors ね。で、本当はね、21色あるみたいなんだけど、まだ入ってきてないの。それも楽しみにしてるんだけど、結構ね、どうやったらいいんかな。今まではクワラテックスっていう世界一って言われているクオリティのアメリカの風船使ってきたんだけど、これはね、ちょっとまあ肉厚というか、ちょっと厚めな感じで、で、何よりも2つ特徴があって、3つか。色がね、とっても綺麗なのよ。中間色っていうか、ちょっとトーンの抑えた色です。それ膨らましているので見ます？まずね、ホワイトでしょ？ホワイト、黒からいくよ。黒もある。ブラック。これはね、何色かな？ブラッシュっていうか、ベージュよね。ベージュ。で、次、グレイ。グレイ。and red。and orange。and yellow。で、green。and lime green。light green。これトーンがなんか優しいでしょ、柔らかい感じのトーン。で、次に、ピンク and ローズ、優しいトーンでしょ。で、ライトブルー and ブルーもね、ちょっとね、透き通った感じで、アクアブルーっていうか、マリンブルーっていうか、とても綺麗ですね。ブルーでしょ。で、最後2つ and ブラウン and パープル。で、15色あります。全部でね。まとめて持ってみると、こんな感じかな。こういう感じ。15色です。とっても綺麗です、色が。発色が綺麗。はい。で、これはね、販売しますね。で、2つ目の特徴としては、色が1つ目。2つ目は、とても安いってこと。クワラテックスのバルーンよりも半額ぐらいかな。だから150本でだいたい1本10円ぐらいなんで、1500円で、買えると思うよ、みんな。で、最後はこの肌触り、これがね、ちょっとね、しっとりするのよ。回してて作ってて、なんかこうフィットするっていうか、手にフィット感がとてもいいので、今のところは今冬なんだけど、とても満足しています。ジェマールバルーン is very nice balloon. Nice color and touching is nice, so nice. And very cheap ね。It's very, very nice 260G balloon. だから僕もクワラテックスはね、いろんな、まあ、ゴールドとかシルバーもあるんだけど、いろいろ使っていこうと思います。混ぜてね。これは膨らんでない状態のバルーンです。ちょっとね、肉厚な感じで、色がやっぱり綺麗なんよね。こういう色の風船がね、僕欲しかったんですよ、とても。で、一応リンク貼っておきますので、ぜひ、試しに使ってみてください。単色でもね、売れるようには準備していきたいと思うんですけど、まずはアソートメントの150本入り、15色の10本、各10本の、それを、150本入りを、販売したいと思います。はい、それでは今日はジェマール風船の紹介でした。
はい、また、あ、そうか、最後にじゃあちょっと作ってみようかな。どうしよう。なんか、色が特徴分かりやすいやつがいいかな。これ飾りになるよ。まあこれでもいいけど。これなんか、ほとんど膨らましてるんだけど、こうやって、でもこうやって。でもツイストするだけで飾りになるからね。こういう飾りをね、なんかの会場で垂ら下げてもいいし、こんなんとか、あとはまあトーンとしてはこれとこれが綺麗かな。これ特徴的だよね。このねオレンジとね、ちょっと原色っぽくないでしょ、ペールブルーね。こんなんとか、でこっち回して、こっちも回して、でこれをまあ検出する、ね、それだけでも違うと思うよ。検出でしょ。でこれにね、もう一個つけてもいいし、イエロー。こう巻くだけでいいから巻いて、この間に這わしていけばいい。これを沿わせるだけ。そうすると3本のできる。これまた紹介するね、改めてね。空気をこうグッと送ってあげると届くから、これで巻いたらいいよ。3本のツイストね。こういう感じで飾っても面白いかなと思います。クリスマスだったらこれ投げてもいいしね。投げてね。はい、それでは今日はジェマール風船を紹介しました。じゃあねー、バイバイ。